今日は今からむーちゃんと公園に行ってきます。久しぶりにバイクでお出かけです。よいしょ、勝手に入ると思うんだけど、どうぞお入りくださいちょっと入り方間違えてない？ピョンして、ピョンして、ピョン、じゃあピョンして入っていいよ。ちょっと間違えてるね、入り方ね。じゃあピョンして入って、ピョンして入って。入り方わかるじゃん、ね、いつも入ってるやん。ちょっと待って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 、テンションが上がりすぎて入り方を忘れたようです。よいしょ、入りました。目の前に見えてきましたのが中目黒の駅でございます。10分ぐらいで到着。むーちゃんがめっちゃ暴れてんだけど。もうちょっとだよ、また。
から。止めました。駐輪完了。駐輪場は特にお金とかはかかりなさそうです。ちなみにバイクは、この辺の管理所の近くのスペースに、公園に入る手前のところに電車とともに止められるスペースがあるみたいです。ここです。覚えときます。駒沢公園まで着きました。イエイ。ちょっと今からむーちゃん初めてここに来たので犬の登録をしてきたいと思います。登録してからどっくらい行
登録が終わりました。もう早速すごいワンちゃんたちの洗礼を受けています。大型ワンちゃんたちが周りにいっぱい。うわでっかい。さあいよいよですよむーちゃん、あなたの駒沢ワンヌデビュー戦ドッグラン。ズーン、ドッグランです。手に走り回ってる。すごい元気に走り回っている、ね、遊びに行ってきてむーちゃん。ピュピュピュって、ほらほら、お友達お友達お友達になれるかも、なれるかも、なれるんじゃない。ちょっと私のところばっかついてきたらダメなのよ、ダメなのよ。お友達来た、はにゃむっちゃん、むっちゃんお友達来たよ。むっちゃんごめんね、なんかうちの子空気読まなくて。遊んで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 。あ、帰っちゃったじゃん。ら行け文太郎、行け。孤独な戦いですこのドッグランにいるワンちゃんたちはみんな飼い主さんのことがすごい好きみたいで、犬同士で遊ぶというよりはなんか飼い主さんのところにいる子が多い。あ、むちゃんも言った、珍しい。ほにゃほにゃ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 。あら戻ってきちゃった。ダメだな。ね、お家が一番いいか。じゃあ帰りましょう。はい。むーちゃんの初めての駒沢公園のドッグラン初体験でした。というわけで今回の動画はここまで。道中むーちゃんがちょっと暴れてしまったり、カメラのピントが合ってなかったりと、いろいろトラブルはあったんですけれども、まあこれも一つの思い出ということで、駒沢公園のドッグランにむーちゃんと初めて来た記念動画アップしました。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。